夫婦関係も結構、うん、悪くなった？悪くはなってないけどよく喧嘩してたっけ？喧嘩はしてたよね、よく。まあ喧嘩は多かったな。まあでも付き合ってる時から喧嘩は多かったか。いや、そうでもない。いやいや、まあまあしたよ。結婚してから君が変わった。いや、そんなことない皆さんこんにちは。本日はですね、僕たちのママですね、30歳を、迎えました。まあ出会いはそうですね、もう10年近く前になるんですけども、本日はそのお祝いに少し、行きたいと思っております。その道中ですね、車の中でドライブしながら昔話なんかを、振り返りながらその模様をお届けできればと思いますね。まあもうお誕生日おめでとうって言える？言えないの、ちょっと恥ずかしがっちゃってますけどね。家族団らんを、今回はお送りできればと思いますんで、そちらの模様ぜひご覧ください。よろしくお願いします。じゃあ行くか。行く？よし。はい、というわけで、車の方移動しまして、これからドライブの方、レストランの方に向かいたいと思います。お願いします。30歳誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、なかなか長かったですね。長かったね。30歳、ね。まあ、出会いが、まあ、19歳。そう、まあ、彼女は出身が、軽井沢で、18歳の大学入学のタイミングで東京に上京してきまして、で、まあ、出会いがね、町田の東急のスターバックス、そう、うん、でね、働いててね、私が、そうですね、で、まあ、僕がお客さんとして行った時に可愛い子おるなっていうことで、で、まあ、そこで、まあ、ナンパっていうよりはね、僕の知り合いの先輩のファイターが働いてたんで、まあ、その人に会いに行ったみたいな時にたまたま彼女がいて、まあ、紹介してくれませんかっていうことでね、そういう感じで話が流れていきまして、まあでも付き合うまで、でも紹介してもらってから結構かかったかな。今年ぐらい？そうね、なんかクリスマスとか誘ったのかな、俺が。そしたらなんか、いや、誘ってはいない。誘ってなかった？誘ってはいない、聞かれただけ。呼んでよ。そしたらなんか友達となんか京都に行くっつってね。そうクリスマスに友達と旅行行かへんっていう話で、はい、で、まあ彼氏いるんちゃうかなっていうことで、俺は一回まあ臆病になったっていう感じですよね。一回まあ時間を置いたって感じですね。まあそうだね、はい、まあ私はいなかったんだけどね、本当に。まあそうねまあそれから、まあ、試合とか見てもらいつつ、そうまあなんか成り行きでお付き合いしたっていう感じですね、はい、まあ、ちょっとこういう話も恥ずかしいですけどね、なかなかね。もう10年半ぐらい。第一印象はどうやったの？だからさ、第一印象はさ、うん、初めてだからスタバに来た時は、うん、大輔さんと一緒だったよ。ああ、そうね、僕の先輩の上松大輔さんね。で、上下2人とも黒のジャージで、あ、よく覚えてんな。そう、黒のジャージに多分金髪とか で、うん、で大輔さんもさ現役ですごいオーラあってさ、そうね、ですっごいだから怖い人が、町田のヤンキーが2人来たみたいな感じどっちかっていうと、まあ、町田はちょっと治安悪い。そうなんか怖い人が来たっていう感じ。まあまあそういう感じやな。ジムの事務所でな、佐藤さんも同じ、まあ、ジムでって感じやな、ね、そうまさかその人と結婚するとは思わないよね、その時ね。そう関わることのない人だと思って。でもなんか次付き合う人はもう結婚する人ですとかって君言ってたよ昔から。あ、そうわりかし私、うん、付き合うまでのハードルが高いタイプだったからまあ一つクラッシュで63キロでチャンピオンになるわけやんか。その時まだ結婚してないよね。まあその時はまだね、してない、うん、でその後の木村稔戦で、井上戦の時、そうリングでプロポーズして、まあ、それもちょっとね、みんなにも聞いてほしいけど、少し裏話があって、まあ、いつプロポーズすんだ、いつプロポーズすんだっつってね、結構ね、あの木村稔戦の前に言われてましたよね。いや、まあ、俺はまあ、どっかでこういい勝ち方したら、やっぱまあ、俺もファイターしね、リングで派手にね、報告するのもありかなとは、昔から思ってて。私、でもそれはそれだけはないと思って。そう。なんかね、うん、美容室かどっかで、うん、付き合ってる人が格闘技やっててチャンピオンでって話をした時に、うん、じゃあリングでプロポーズとかですかみたいなことを全然その人何も知らない人に、ね、言われて、いや絶対ないですって、内心ちょっとこの人何考えてんのっていう思ったぐらい、それはありえないって言ってた。そんなことありえないからって
もう本当に心の中ですごい笑うぐらいありえないと思ってた、そうそう。でもあの時たまたまねお父さんとお母さんも見に来てくれてて、そうなんでやろ、あの時でもチケットほとんど取れへんかったよ、取れなかった。え、でも自分が呼んだんじゃないの？あ、そうやっけ、うん、そうだよ、そうだよ、そうや、応援戦だから来てくださいって言って、そう呼んだんだよ。じゃあ俺自分の中で言おうって決めてたやろな、でしょ、ね、いやでもしょうもない判定勝ちやったら、うん、俺はやらんと思ったもんですよ、うん、まあアランもね、息子もリングに上げるのはしっかりこう、うん、チャンピオンだった時っていうのを決めてたから、ね、大した判定勝ちでして子供はちょっとかっこつかへんね。この辺から少しずつね、こう、まあ、スポンサーさんとかもついてもらいつつ、わりかしいい時代だったよね、その頃はね、クラッシュの頃は。そうね、生活も少しずつ安定してきて、K-1が始まってね、皆さんのね目についてもらう機会も増えたから、うん、まあ、生活としても安定したりとか、ファイトマネーも上がってきたりとかね、うん、でも結構ね、わりかしなんかファイトマネーで結構みんな文句言ってる選手多いけどね、まあ、俺は結構満足できる金額もらってるかなっていう感覚はあるんだけど、難しいとかな。でも、まあ、K-1 とか上がってから、まあ、スポンサーとか、まあ、ファイトマネーも少しずつ上がってきつつ、生活も安定しつつ、うん、ね、すごいいい意味でやっぱ K-1 には今のファイターは救われたというか助かられてるというかね、うん、まあ、俺の家族何度もやっぱり K-1 の声っていうのはね、俺そこはすごい大切に思ってるし、自分も自己証明できたっていうのはね、やっぱり K-1 には感謝してますね。まあ、そう K-1 が始まってからがちょっと一旦落ちたよね。そうやな、ね、怪我も、うん、まあ俺の成績が振るわへんかったからな、またそこはそこだよね、多分この夫婦関係も結構、うん、悪くなった、悪くはなってないけど。よく喧嘩してたっけ。喧嘩はしてたよね、よく。まあ喧嘩は多かったな。まあでも付き合ってるから喧嘩は多かったか。いや、そうでもない。いやいや、まあまあしたよ。結婚してから君が変わった。いや、そんなことない。結構ね、あれだよ、うん。駅とかで喧嘩してたもん、昔から。そこでも。そうそうそう。お前も気きついからな。そう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 。まあでも俺は、あんまりね、こうふにゃふにゃした悩みをした人っていうのはもしかしたら合わへんかったかもしれないしな、うん、それはもう、まあ、正味この、まあ、格闘技続ける中でも、まあ、俺はなずっとやめよっかなやめよっかなとかですね、もう限界かなとかって言ってたけどな、君がこんなとこでやめれると思うなよぐらいの感じでね、そう、まあ、俺を奮起させてくれたおかげでね、で今はね素直に言えるけどうまく言ったからね、言えることでね、私もそうだけど、まあほんまね、俺も言うように、まあ、結果が全てというかね、そうなんだね、そう言葉につけるかなと思うけどね、やっぱり頑張ってた過程とかもね、苦労した過程とかもあるかもわからんけどな、いやー苦労したよ、多分すごい苦労はしてるんだ、私はそんな言うことでもないけど、でもみんなのおかげでこうベルト取れたっていうので、うん、一つやっぱそれが報われてて形になったから、うん、え、何が一番、いつが一番きつかった、うん、そうやな、膝怪我したあたりぐらいかな、どんなパーセン、うん、分かる、私もそこ、やっぱり自分として 100% 実力出さへん時期が長かったし、うん、まあ、手術して療養期間も長かったから、そうだね、まあ、だからスポンサーさんにも申し訳ないし、家族にも申し訳ないし、ファンにも申し訳ないし、自分はもう三流四流になってしまったんだっていうかね試合順がやっぱりそれを、まあまあそうだね、まあ、やっぱり形づけるというか、それを証明してしまったからね、悔しくてならへんかったけど、まあでもまあ自分の中ではこれで終われるかっていう、やっぱ反骨心だけでここまでやってきたっていうのと、まあ、喧嘩の原因、うん、喧嘩の内容もまあいろいろあるけど、まあ、ちっちゃいこと言えばもう電気消せ、そう冷蔵庫閉めろ、冷蔵庫閉めろはやばい、いやいや開けたもんやるやん、ああそういうことね、まあちょっとあるね、変な女から DM 来た時もあったよな、いつかそのままやさでしょ、まあでも基本的には性格がお互いきついからな、あそう、うん、トゲトゲしてるよねお互いね、うん、それはねお互い自覚してるよね多分、そう、
まあでも子供が生まれてからはだいぶ、まあ温厚になったじゃないけど、相手のこれ言ったら喧嘩になるなっていうのを、結構最近分かってない、察しない。いや分からん、私は結構本能的やけど、そう前ならここで多分もう言い返してたなって時も、とりあえず流すようにしてる最近は。ね、そうし多分そうしてると思う、無意識かもしれないけど、うん、まあ、俺はそうしてもらってるなっていうのはちょっと薄々感じてるけどな。そうそうそう、我慢してくれてるなっていうのは少し感じてます。ハワイでも喧嘩したよな。なんだかね、したね。ハワイもでも毎年行ってたよな。行ってたね、行きたいな、まあ、それがね、こうやっぱ試合が結果出てない時って、まあ、自然とやっぱ行かへんようになる。そうだね、行かへんようになるというか、俺の中では応援してもらってる人がいる手前、スポンサーさんとか人がいる手前、そうだね、なんか勝ててないのに、もう大々的にね、もう遊びに行くっていうのはちょっと申し訳ないかなっていう気持ちがあって、まあルーちゃんとかね、まず少し我慢させてる部分あったけど、そんなこんなでね、まあ、チャンピオンになったし、また行きましょうかっていう時にまた、ね、そうだね、こんなコロナ、コロナってどうだろうな、まあ、終盤はね、これが、ね、K-1 のチャンピオンやっとなれたっていうので、まあ、その後の生活もね、まあ、周りが関わってくれる人もだいぶゴロッと変わってきて、まあ、より一層こう、まあ、俺をはじめね、こう家族もみんなが認知してくれるようになった、そうだね、ね、環境で生活していけるようになったしね、なんか変わった。でも、まあ、周りの声はもちろんね、変わってきたとは思うけどな、まあ、俺も結構なんか、まあ、ちっちゃい人間やったから、 K-1 のチャンピオンになる前はレジ打ちのパート行けとか言って、そう言われた、バイトしてこいとかね、結構言ってたんやけど、まあ、あなたそれチャンピオンの奥さんがこんなバイトしてて、あんま恥ずかしくないのって言われて。まあ、確かにそうやな、チャンピオンになるような男の奥さんがバイトしてたらちょっと恥ずかしいなと思って、それ以来言ってないよな俺、多分、うん、まあそうだね、うん、そうそうそう、ちょっとそれ恥ずかしかった。ほんまね、でも今はこう ね応援してくれる人さ、そうそうそう、まあでもそれによってね、やっぱ俺も格闘技に集中できる環境を作ってもらってるし、本当にね、そこに甘んじずね、より一層まあ、努力できる環境に身を置かしてもらってるっていうのはすごいありがたいことだし、だからまあこれからもね、まだまだ上目指して戦っていかんとあかんなっていうふうにね、まあ、家族のために頑張ってたっていうのもあったけど、今は ね家族のおかげで今まだまだ頑張れてますっていうふうにね、俺はね素直に言えるっていうのが正直なのかな。まあちょっと綺麗事になってまうけどな、まあまあ、うんって言うなよ。誕生日プレゼントはそういえば、あ、そうね。そう、30歳の誕生日プレゼント、私今日誕生日だよ。そうね、忘れてたね。プレゼントある？いやまあでも前も言ってたように、うん、僕ちょっとあの指輪なくしまして、あ、そうそうそう、結婚指輪をね、なくして、ちょっとブカブカやったんで、まあ格闘家やってるんで外したり取ったり外したり取ったりしてて、どっちも外してるんですそれは、まあ、外してつけて外してつけてしてたから、ね、そう、それでまあジャストサイズのね、ゴールデンフィストならぬゴールドの結婚指輪をもう一回ね、まあルーちゃんの30歳の誕生日に作ってくれるの、え、作りましょうって言ってたよ。ありがとうございます。ありがとうって、私はあるんだけどね、まあそうね。そう、だからそれをまあ誕生日プレゼントさせていただこうかと、はい、ありがとうございます、はい、思っております。よろしいですか。はい、まあでもね、まあ、そんなこんなで、まあ、ルーちゃんが、約じゃない、ね、30歳を迎えましたね。最近はまあ俺がね、普段ルーちゃんルーちゃんって言ってるんですけどね、息子のアランもね、ママじゃない、さっきルーちゃんルーちゃんって言い始めて、そう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 、まあ、そんな可愛い一面もあるんですけどね、家族仲良くねやっていけたらいいなと思いますんでね、まあ、もう少しね、あと何年やれるか分かんないですけど、俺もね K-1 の格闘技を頑張って、もっと自己証明して家族幸せにできるように頑張りますんで、頑張ってください。これからもよろしくお願いします。お願いします、はい、では以上になりますんで、まあおめでとうのコメント
たくさんお待ちしてますんで、ぜひよろしくお願いします。ではまた会いましょう。バイバイ。